こんにちは。今回はスイッチボット、ハブミニ、スマートホームのレビューです。こちら Amazon のセール時に2461円で購入しました。先に感想ですが、この製品購入して本当に良かったです。便利になりました。現在で今年購入したガジェットの中で良かったランキング1位です。ただ、人によると思います。一回設定するだけですが、便利になるまでの下準備が面倒ですね。この製品の購入理由ですが、以前買った KVM スイッチ装置を未だにリモコンで接続していまして、で、そのリモコン操作をやめたいということから購入したのが理由です。それで、この製品の役割ですが、2つあります。1つ目は、今言った電化製品の赤外線リモコンの代わりになるというもの。もう一つは、他のスイッチボット製品と連携することができるというものです。一つ目のリモコンの代わりというものですが、すべてのリモコンを代用できるわけではないようです。どの製品ができるとか、できないとかの判断はちょっと調べられませんでした。ここが注意で、まあ、半分賭けで購入しました。二つ目の他のスイッチボット製品との連携ですが、カーテンを自動で開け閉めする装置や加湿器などがあり、それらを制御できるようです。それでは商品を見ていきましょう。まずパッケージはこんな感じです。複数の赤外線リモコンを一つにまとめるスマートリモコンとあります。横や上部はこんな感じでした。中身は本体と USB ケーブル、両面テープ、簡易的な説明書とサポートページへのリンク用紙が入っていました。本体ですが、サイズは縦がだいたい 6.5 センチ、横もだいたい 6.5 センチで、で、奥行きがだいたい2センチぐらいでした。重さは37グラムと、すごく軽くて、こういっちゃなんですが、おもちゃ感がちょっとありました。あと、裏には滑り止めとか、壁掛け用の穴とかがついています。で、ここに USB ケーブルを挿します。この装置を操作するには、スマホアプリが必要とのことで、インストールしてみました。アプリの評価はちょっと低いですね。接続不良が多いという点で、不満に思っている人が多いようです。まず、アカウントを登録としてメアド設定とかがありました。そしてこの画面でアプリに今回購入したスイッチボットハブミニを登録するのですが、まず条件としてこの商品が 2.5GHz 帯のネットワークにしか接続できないということですね。で、ここでアプリのレビューにもあった接続不良なのか、まずスイッチボットがすぐに見つかりませんでした。で、完了したと思ったらなんか設定できなくなっていたとかいうのもありました。本体のケーブルを一回抜いてみたりとかして、まあ最終的に設定できるようになりました。スイッチボットも登録はできたので、次にリモコンを登録したいと思います。今回は KVM スイッチのリモコンと、あとライトのリモコンも登録したいです。で、スイッチボットハブミニがこのリモコンたちを認識するのかドキドキでしたが、どちらもうまく認識されました。良かったです。KVM スイッチの方はモニターというタイトルで、普段接続する PC3 台をとりあえず登録しました。このアプリのボタンがリモコンのボタンの代わりとなります。ライトの方はオン、オフ、あとはちょっとごちゃっとあるのですが、これは使わずに、一番下の夜というボタンを自作しました。この夜ボタンを押すと、暖色系のライトにするようにしています。で、ちょっとやってみます。こんな感じですね。
これでリモコンが不要になりました。まあ iPhone が必要なのですが、もともとスマホはいつもそばに置いているので、まあここは変わらずといったところですね。それで、ここからはもう少しだけ便利になるかもしれない How to を本当にざっくりとお伝えできたらと思います。ざっくりと言ったんですが、やりたいことによっては PC があった方がいいとか、結構難易度が高いものもあるんですよ。まあ、あくまでこういうやり方もあるよという感じですね。まず、特定の時間が来たら、設定したアクションを自動で実施できます。これはアプリのシーンという画面から簡単に作成できますね。夜9時になったら、自動でライトが暖色系になるとか設定できます。次に、Google ホームや Alexa で音声で実行できるようになるようです。でこれもアプリから設定できるようなんですが、私はこちらは試していません。そして次ですが、iPhone アプリのショートカットというアプリで、モニターを切り替える動作を登録してみました。わざわざアプリを起動して、でボタンを押せるまでちょっと待つ必要があるんですが、こういう時間だけでもちょっとうざったいと思っていて、このショートカットアプリをホーム画面にアイコン化しておけば、アプリをタップするだけでモニターが切り替わります。スイッチボットのアプリを起動する必要はありません。あと、このショートカットアプリに登録することで、Siri に命令して実行することもできます。最後ですが、今行ったスイッチボットへ直接設定するプログラムを PC から実行できるようにもしました。そして、キーボードのショートカットにそのプログラムを実行するように設定します。そうすると、キーボードでショートカットを入力すると、ここではモニターを切り替えてみました。ということで、さらに便利に使いこなすための設定をいくつか紹介しました。最初に言った通り、いろいろ設定することでかなり便利になりますが、まあ、準備が面倒ですね。私はこういう設定を調べたりするのを楽しいんで、まあ、便利に使えています。ライトは Siri で実行するようにして、モニターの切り替えは iPhone のショートカットアイコンで変更しています。買って本当に良かった商品です。レビューは以上です。